どうもピアキングです。今日はスーパーマリオメーカー2やっていきます。最近公式が作ったスーパーマリオブラザーズワンダーというぬるま湯に使ってばっかりだったんですけど、久しぶりに帰ってきました。すごくビビっております。トロールコースをするというのがすごくビビってる。あーまたやんのかトロールコースみたいな。今からボコスカやられんだろうな。でまず始めるコースはこのコースですね。魔女テルルさんのコースです。テルルちゃんの騙しコース超すごい。あーすごいすごい、いつもすごいと思うよ。これで満足。絶対ツッコミ待ちだろこのコースメント。サムネで説明文にワールドのラスボスから降格しワールドから追放されたかわいそうなコース、サムネは私の変顔です、あと元ラスボスなだけにあって難しいですって書いてるから、これをもともとワールドの最後のコースにしようとしてたってことだね。いやしかしテルルさんブサイクだな。実際の顔もこんな感じなんでしょうけど。すごいです。もうこれ以上喋ると怒られるかもしれないから早速始めていきましょう。クリア率は 0.79%。 いやしかし久しぶりだな。最初ビビってるって言ってたけど、やっぱり楽しみにしてる自分もいるね。やっぱりマリオってさ難しくてなんぼっていうところがない。はい、どうもこんにちは。さあこのドアに入ってっていいのかい。一旦これヒップドロップしてってみようか。何もない。え、この範囲は特に何もないから。今くねれぞ。これよこれ、これを待ってたんだ僕は。最高じゃないかマリー。ここのピースイッチを踏むことはできないよ。このブロックは強引かい。じゃあどうすんだ。でもこれで全てわかりマンドリル。ここでヒップドロップしてボブヘを食わす。そしたらあのボブヘがいなくなってないね。でもなんかピースイッチを踏んだことによりいなくなった。土管は土管に入れませんね。じゃあこの右側に進めばいいんじゃない。早くピースイッチはなくなるよ。だったらこのコインを全部取っていけっていうことなんじゃない。そうすることによって身が開けてもピャー。あのテルサの存在忘れちゃったよ。じゃあこれはどの辺までコインを取っていけばいいんだろうな。ここから左にダッシュして逃げてみる。これでテルサには当たらない。でこれでブロックがなくなってるから先に進めるっちゅう感じなんじゃない。ほらほらほら。でこの四角のところ行けないよ。上に隠しブロックがあるかもしんないからね。ない。そこは仕掛けるところだろテルルちゃんよ。上に行けばいいのかい、下に行けばいいのか。いやいや上が怪しすぎる。ここでオンオフをした瞬間右の土管の方に行く。これが正解だ。何もだ。最近スーパーマリオブラザーズワンダー出しまくっててこれだもんな。めちゃめちゃうるさく感じる方いるんじゃない。じゃあハテナブロックの方に行けばいいのかい、それともこの下かい。いや下はダメだダメだ、怪しすぎる。この下に行くのはいつもやられるパターンだ。このステオに乗った瞬間すぐ左行ってみようか。一番右まで行けっていうことかい。じゃあこれを叩いてみる。この豚野郎が。あ、今豚野郎がって言ったと思うんだけど、あの豚のことじゃないからね。テルルさんの。もうやめよう。もうこういうの言っちゃうのやめようか。マジでみんなから嫌われるかもしんないから。じゃあここあの記録を取っていけばいいんでしょうね。もう嫌だ。もうスーパーマリオブラザーズワンダーに帰りたいよ。助けてくれみんな。僕はどうする。なんかスーパーマリオワンダーやってる時の方がめちゃめちゃまともな実況だったな。こんなの実況でもなんでもねえよ、ただ絶叫してるやつだよ。こんな見て何が面白いんだ。ワーとかギャーとかさっきの方だ。おいセブン、さっきの騒がしいな。でも騒がしさでは僕の方が1枚も2枚も上手さ。だからお前を成敗してやるぜござる。にゃ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 。ここ下でキノコ取るじゃん。そしてあの3歩の上に行けなかったんだよな。なんか隠しブロックみたいなのがあって、ほらほらほら、あ、なんか右を失敗したら土管入れたよ。こっちは、あーじゃないんだよ。なんだこれは、お前に押し潰されるだけかい。うん違うね、やっぱそうだと思ったよ。どんな身体級なのだ。ここは左に戻れるじゃねえか。ちょっと最後まで見てみたい気持ちもあったけど、この顔面狂気どもか。ならどうやって進むんだい。右の方に土管がある。でジャンプしたら隠しブロックで先にも進めないってことは、もう下か上どっちかに何かあるとしか思えないんだよな。あ、上にドアがあったよ。4者中間じゃねえか。おいテロルさんや、これは普通取らせてくれんのか。おだくそくっそーって間違って鼻くそーってやってしまった。次は取れるんだ。右からジャンプすれば絶対に取れるんだ。そうだろ。いやっしゃっ。さあ第一中間ポイントは終わった。鼻くそは引っ込んでる。じゃあここはもうすぐ右に行っちゃおうか。そして上に行く。ガイ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 
僕はすぐ上にジャンプしていきます。でこの四角の枠は何もない。しつこいんだよお前は。もう全てを無視して進んじゃう。この四角の枠は無視無視。でここが右をジャンプしたら何をね。あいつも嫌い。どこまでついてくんのよこのパックンさん。じゃあここはすぐ右に行っちゃおうか。ここは何もないのが分かった。ここまで来れないだろ。もう何もしてくんなよ。絶対何もしてくんなよ。僕はジャンプして土管の方にもう行きたいんだ。今度はお前か。一旦この場所でジャンプしよう。そして壁キックしてオンオフの方に行く。でオンオフ魚。もうやめてって。これ以上やったら僕のどれがぶっかれちゃうって。じゃあオンオフはしないでいいでしょ。それで大丈夫。みんな心配してくれ。ここまで発狂する僕をもっと心配してくれ。今絶対ブラパンに当たったと思ったけどそうじゃなかったね。じゃあヒップドロップしてオンをする前に一旦あのチョロプーの様子を見ておこう。ここは何もしてない右上にジャンプ。それでいいと思いますよ。いや違うんだって。絶対右上の方に行ったらオンオフが発動すると思うんだけどな。でもこんな難しいやり方はさせないと思う、このテルルさんっていう制作者さんは。だからヒップドロップで間違いない。お前は絶対襲ってくんだよ。ジャンプ。何回もヒップドロップすればいいと思いますよ。でここでジャンプすればいいのかな。そしてもう一回オンオフをする。で上から何か降ってくるよな。そんなのやめてんのよ。あのダブルシャッカーなんや引っかからない。もう一回オンオフはならないのかい。えどうなんだ。一旦右行くふりしてみようか。やっぱりオンオフがなって。でもう一回オンオフしたらあっぴゃ。やめてんだよ。寝てんじゃないわよテロルさん。テロルさんだけに寝てるんじゃないわよ。さあこのブンブンは何をしてくる。お前は踏んじゃっていいのかい。まず隠しブロックを全部出しておこう。どっからあんだろう。ここはないのか。この先はこっからあんのね。でこの先はないかもしれないけど、これ以上行ったらブンブンに当たっちゃいそうだから、ここから頭踏みます。ソウルーケン。なんだその弱そうな技。昇竜拳がダメなら竜巻旋風脚で行ってみようじゃないか。くらえ竜巻旋風脚。うわ気持ちいいぜ。でこの上の土管に入ればいいっていうことか。いやいや左のブロックからまず叩いてみよう。そんなの聞きませんよ。土管に入りませんよっと。ここはジャンプするふりすればいいのかな。一旦してみようか。そうすると右のブロックが開きます。でもう一回同じのがあるな。一旦ここもジャンプするふりしてみようか。そしたら右のブロックが開きます。何回も同じ罠持ってくるなんて。ネタ切れですか。ネタ切れてるるさんですか。こっちがやってんだろ。うん違うの。だがもう分かった。ここでジャンプするふりをしてブロックを壊す。この状態で左下に行けば土管に入れるっていうことかな。でもこの土管すごく気にならないですか皆さん。何か作っとけ。まあ、そろそろ中間ポイントとかあってもいいんじゃないのかな。この下に行けばあるのかな中間。みんなチートしてきたね。マリオワンダーでバネパンチっていうのがあると思うんだけど、それつけてきたね。まあ、このパッチがあれば簡単に進めるんじゃねえかなと僕思うわけなんですよ。さあ行こうじゃないかマリー。このバカか俺は。もうちゃんとやっていきたいと思いますよ。街なんかに耐えらなくてもちゃちゃっと進めるっていうことを僕は見せてあげますよ。さあ中間ポイントは来るのかい。中間ポイントが見えたな。そしてスネ夫も何かしてくるのは分かってんだよ。何かしてくるのか。この辺にスネ夫が来る。うっせこれさ、でもアイテムが邪魔でやられないっていうわけじゃなさそうだ。一発で決めてみせるよ。ここだ。動画的に失敗せ。この下の土管さ、入ったら右ダッシュでいいのかな。なんか右ダッシュしたら下で別の罠が待ってるような気がするんだけど、まあ いや一旦行ってみよう。ここから右ダッシュですよね。中間を取らせる。素直に取れないことが僕の喜びだとかそんな勘違いをしてるんじゃないんですかねこの制作者さん。じゃあどっから右ダッシュで、こっから右ダッシュで、この中間まで行け。ダメだってこっちはダメだって。いや僕はいけるよ。意地でももがいてみせるさ。そしてこの上の動画、お前邪魔すんだって。上のボメ入れさせろって。音符が邪魔。さあこれでどうだ。うっせじゃあ僕がやられるしかないのかい。何か違うルートができるとかそんなことはないのかい。何もないです。いや絶対さ、中間取った瞬間のこういう土管って中間ポイント戻しのような気がするんですけど、テルルさんの優しさですかね。何やってんの。このパンブロックさ、ヒップドロップしないと勝手に右側に連れて行かれちゃうんだよな。だからヒップドロップします。そしてここ絶対なんか出てくるんじゃないの。お前がどんやりこんげ。
バカ。あのハテナブロックすごく気になるよな。でもガモンが邪魔でもう一回やられそうな気がする。あ、この場所に置いておいたらいいんじゃない。そしたらガモンやられます。くらえ、おなら攻撃。右に連絡があるからアイテムなんじゃねえかなと思うんですけどね。でもアイテムであったら右に行っちゃいけない。叩いて左に行ってみよう。やっぱりね、かなり引っ掛けようってやってさ、簡単には行かねえぞ。じゃあこれは右ダッシュを右にする。今なんで右にダッシュできなかったんだろうな。急に止まっちゃったんだよね。右、あ、砲台があるじゃん。だからあの砲台をジャンプして避けていけと。でこの派手なブロックはなんだい。特に何もならない。でこの度数が下に落ちたらオフが発動してくる。お前何やってんの。あっ、いや、行っていいのかな。オッケーオッケー。あの太陽ちゃんに当たりたかった自分はいますけど、このハテナブロック叩いていいのかい。叩いたら罠があるとかそういうことなんじゃないのか。なんだかもう一匹だけゼロさ混じってんな。あぶねえ。いや、これお前動くなって。針に当たっちゃうんじゃないの。いや、これさ、壁ジャンプしたらいけると思うよ。ちょっと見てて。うますぎる。まあね、今動いててこの針に当てるっていう罠だったんだろうけど、僕には効かないさ。さあ、オンをしてすぐ下に行こうか。いけませんけど。この音符を叩いてすぐ左に逃げようか。それで大丈夫だね。で、魚が落ちてくるのは分かってる。で、下に行ってこの左下か右下に行くかなんだけど。あ、これ分かっちまったよ。これさ、左下ゴールなんじゃない。ちょっと待って、数えていい。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10番するじゃん。これはゴールかもしんない。ごめんね、テレルさん、ゴールだったらさ、ゴールしようってなるよ。紛らわしいもんつけた。紛らわしいもんつくんだって。トロールコースでそれ言ったら終わりだよ。あ、これ踏んだらいけなかったんじゃないの。やばそうだよね。あのカキ棒はヒップドロップで倒さなくちゃいけない。でもここ坂があるからやばそうだよな。左に持っていこうとするよな。で、分かってるぞ分かってるぞ。100も承知だよ。下からか上からか何か来るって言うのかな。何が来る。何も来るな。草だけに草。ならば残された方法はあと一つ。このハテナブロックを叩いてスピンジャンプでパックを避ければいいんじゃない。いや、ふざけてるわけじゃないんだって。じゃあどうすればいいのよ。あ、右下に行けばいいのか。あそこ2マス空いてる。了解了解。ゴールはもうそろそろゴールがあってもいい頃だと思うんだよね。さあ、この先ゴールポールが見えることに期待しようと思ったけど、どうすればいいのかな。あいつら今何をして。あのパワーブロックが必要だったんじゃないの。この下に行けば何かある。あるわけねえだろ。すぐにパウ様を救出しよう。そしてこのパウ様を持ったらやっぱり鉄球が来るよな。で、ここで下の方を倒せばいいのかな。一気に2体やっちゃおう。そしてこのハテナブロック、うわ、長っ。てっきりさ、このブロックの中にゴールボールが隠されてると思ったけど、あいあい、バブヘイちゃんや、爆発してくれ。頼む、ボブちゃん、ボブちゃん。ならばここは急いでいく。そしてこの、うわ、ボブちゃん踏んだら一旦上に逃げます。そしてすぐ下に行こうか。ハナちゃんが来るんじゃない。うん、何特に何もならない。ダブだ。大丈夫。なんかバブル今貫通したように見えたけど。で、ここは勝ち抜きあるんだろ。分かってる。ないね。で、右下か右上かどっちかなんだけど、右下行くのめちゃめちゃむずくないか。え、右下行ってみる。これ、行けるかな。行った行った。で、いや、絶対こっちで合ってるよ。そしてここは何、ゴール手前のボーナスステージみたいな感じかな。なんか嫌な音楽流れてますけど、このまま右にダッシュして。うわ、分かった分かった。これ新探究だじゃない。右に、くっ、あ、邪魔っつって。いや、いける。いや、でもここで簡単にやられるよな。いや、ダメか。じゃあこれ、ちくわブロック落としてその勢いで右に行っちゃう。バレ、邪魔すんだって。いや、ちくわブロックが早く復活してくれないと。復活して、で、あのバレのタイミングがマジで、どのタイミング、このタイミングがバレ邪魔すんだよ。もう嫌だ。多分ね、バネが下に行った時じゃないといけないような気がする。だからこのタイミングだ。ほら、あれ、そんなの分かっちまえばこっちのもんよ。さあ、こっからどうやって僕をやらせてくれるんだい。うん、右天才って書いてない。自分の顔映すな、捨てるな。
で今ので確信したことがある。あの魔女テルルの顔が出てきたってことはおそらく今のが最後の演出なんじゃないかなと。でこのねテルルさんはね名前に魔女ってつけてるんですけど、僕は動画でね魔女魔女言ってるから魔女ってつけたんでしょうね。可愛いやつなんですよあいつどうだい恥ずかしいかい魔女テルルさんよ。ここはね右を失敗したらいけないっていうことは分かってる分かってる。もう魔女になるんだ。いや上からいけないか。この魔女だ。右行く鉄球出す。そしてこっから右を失敗。あのピンコインは取らない方がいいよ。多分取っても意味ないと思う。ゴールボールが見えた。何をしてくるんだこの人。どうしちゃっていいのか。ピンスイッチを踏まないとでもゴールできないよな。だからこのスピンで一旦踏んでみる。これでどう。いいね面白いじゃんか。いや今のめちゃめちゃ歯がいい。歯がいいってわかる方いるかな。腹立つと悔しいっていうのを混ぜた感じなんだけど。じゃあここは右に逃げます。でこの P を持ったらゴールできるのか。もう何も来るだよ。 P 持った瞬間ダッシュしようか。いや本当にいい。一旦 P 踏んで何もしない。うん分かったもんね。 P を踏んだ瞬間右に行けばゴールができる。そういうことだ。あのやったいやこれがワールドのラスボスから降格したっていうのが信じられないぐらいめちゃめちゃいいコースでしたね。僕の中でテルルさんの好きなコーストップ3に入るかもしれない。めちゃめちゃ楽しかったです。どうもありがとうございました。はいそれじゃあ次のコースは一発マリオファントムコインスということで、説明文に隠しブロックはないはずなのって書いてるんだけど、おそらくのこの光景ってハテナブロックを叩けばいいだけのコースだと思うんですよ。ただそれだけなのにめちゃめちゃクリア率が低い。なんでだろうね。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 0.24% でゴール条件はコインを8枚以上取ってからゴール。8枚またよくわかんねえコース来たな。このロコロコを蹴って8枚のコインを取れっていう感じだから、こんな感じで取っていけばいいだけなんだけど、こんなんじゃ遅いよな。絶対ダメだよな。分かった。だからファントムジャンプなんだ。ここでロコロコを蹴ってファントムジャンプって言ったら、このめちゃめちゃ小さくできるジャンプのことなんだけど、これを利用しながら行くと。ダメ。なるべく早くノコロコ踏もう。で右側にやっておいて、こっからファントムジャンプしていくよ。多分こんな感じでいいんじゃないかな。ゲゲゲゲ待った。何やってんのさっきから。このノコロコの位置がめちゃめちゃ重要になってくることが分かった。この位置ぐらいでどうかな。だから待てって。ハテナブロックから左に3マス、そこで踏んでみようか。こっからファントムジャンプをし続ける。いやこれいいんじゃない。け3 4いやちょっと遅れてしまったな。7 8誰。ただでさえファントムジャンプするのが難しいのに、この8枚取れっていうのが。いやこれ23 4いやこれまず集中してしまうな。これいったんじゃない。むずい。なら右から 2.5 マスぐらいのところ。いやこれはちょっと近すぎだろ。いやいけるかな。ファントムジャンプだったらいけるみたいな。いけませんね。やっぱりハテナから 2.5 マスぐらいのところ、この場所ぐらいがちょうどいいと思いますよ。ジャンプぐらいせ。むずいって。のこのこでハテナブロックを叩くだけなのにマジで難しいって。このバッファージャンプを成功させ続けるっていうのがマジで難しいんだよな。いやこれパターン入ったんじゃない。きたーやったークリア率 0.24%。 もうやりたくないよ久しぶりにトロールと一発マリオやったら喉もカレッカレ。どうもご視聴ありがとうございました。